こうさんの虚言まとめが動画化されたの、何それ。何虚言まとめって。向こうの虚言。いや、ついにできたの、俺にも。アンチチャンネルみたいな。普通に名誉毀損で訴えるけどいい？ねえ。名誉毀損で訴えますけど。虚言がやばすぎる。向こうの虚言がやばすぎる。ちょ、待って、あれやんけ。お前、ダチョウの頭が悪すぎるの人風の編集やん、これ。この BGM。向こうの虚言がやばすぎる。このなりきん YouTuber は向こうといい、創価学会男子部に所属する学会員です。YouTuber という影響力を生かし創価の教えを布教しています。いやいやいや、別にその、それを目的にやってないから。向こうは身長158センチととても小さく、グラサンだにから隠な、された158じゃ瞳ないがね、特もう。徴的です。あ、普通に名誉毀損すそんるなわ。可愛訴らえるしいわ、向こうもですが、う。この時点近で。年虚言が深刻化しています。配信者が多く参加するゲームサーバーに入れてもらえない、 Kindle でスラダンを読んだなどと息をするかのように嘘をつきます。このようにしょうもない虚言を得意とする向こうですが、非常に残念なことがあります。それは嘘が面白くないという点です。向こうは自分の冗談で視聴者を楽しませていると思っていますが、大して面白くありません。それだけではなく、紛らわしい嘘により他の配信者たちにバチコリ迷惑をかけています。そんな意味のない嘘をつく向こうですが、ちょっと待って。この世にはさらに無意味な嘘をつく。これ今日の配信やねん。これいつの動画、これ。いつの動画や、これ。11時間前。化け物が存在します。それは加藤純一です。加藤純一はこの世のものとは思えない気の狂い方をしているため、学歴、出身地、武勇伝などありとあらゆる話題で嘘をつき、ペリカンやん。ここまで来ると真実を探す方が難しいです。あの動物チャンネルにおけるペリカン的立ち位置やんけ。加藤純一はこの世のものとは思えない気の狂い方をしているため、学歴、出身地、武勇伝などありとあらゆる話題で嘘をつきます。ここまで来ると真実を探す方が難しいです。なぜこんな化け物に信者がいるのか分かりませんが、やはり向こうでさえ加藤純一には及びません。それが上には上がいた生き物、向こうです。向こうの上にもう言い回しから何から何までもう全部あのダチョウの人のやつ。全部ダチョウのやつ。